この間の星野源さんのね、音楽講論って番組ね、これはね、なんか、音楽愛に溢れてとってもね、いい番組だったね、あれね。J. ディラってね、俺知らなかったからね、ちょっとね、チェックしていこうかと思ってね。もう、撮ってる、OK。よし、じゃあ、これ。テケのタイガです。このチャンネルでね、テケのライブしか配信してこなかったんでね、ちょっと、まあ、今時の YouTuber 的な感じで、やっとこうね、ライブ以外もね、配信していこうかと思いまして、始めました。なんでかっていうとね、やっぱりコロナ禍になってからね、テケライブ全くしてないんですよね。だからね、安否確認、テケ生きてますよっていうのもね、含めてね、今回やろうということになりまして、お送りしております。で、ついでにね、TK やっぱりアフロビートバンドなんでね、アフロビートの紹介、おすすめ CD なんかをね、紹介していこうかと思いましてね。まずね、一番最初にやっぱりね、まあこれ一番有名、フェラクティのね、ゾンビ。これ、もう有名ですよね。ゾンビーよ、ゾンビーっつってね。これクラブでもよくかかりますから。これも有名です。はい。なんですけどね、これよりもね、私がおすすめしたいのはね、このね、このジンジャーベイカーさんっていう人とね、やってるこのね、アルバムなんですけど、これのね、レッツスタートっていう曲があるんですけど、レッツスタートね。レッツスタート。ね、これ、とてもね、最初のね、このイントロのとこからのね、このね、ギターがね、すごくね、ダーティーな感じでね、いいんですね。で、そこからまたね、この2曲目のね、ブラックマンズクライっていう、この曲もね、またね、スッとこうね、スッとこう、スッと入ってきますね。これもね、非常におすすめですね。あとね、まあ、フェラクティはこれくらいにしといてね。で、次ね、このね、フェミクティね。はい、フェミクティ。はい。フェミクティ。初期初期っていうアルバムなんですけどね。これもね、いいですよ。これ。何がいいってね、まあ、全部いいかな。全部いいんだけど、1曲目からね、1曲目もうね、いきなりノリノリでね、これよく私、DJ でね、かけましたね。私、昔 DJ やってたんで、ティケの前はね。あと、まあ、バングバングバングは有名ですよね。有名なのか知らんけど。いいですよ、これ。このアルバム。はい。あとね、まあ、CD ではないんですけどね。なんせ私が、アフロビートっていうか、フェラクティ、フェミクティに、何がね、やっぱ魅了されたかっていうとね、ライブパフォーマンスね。ここにね、すごく魅了されたんですよね。それがね、やっぱり如実にね、体感できるのがね、このね、このフェミクティのね、ライブアットザシュラインね。これがね、もう最高ですよ。もう、まあ、ライブ映像もさることながら、インタビューとか、現地のね、雰囲気がとってもね、味わえるね、濃厚な一枚です。はい。で、これにね、入ってるね、ぜひ聴いてもらいたいのはね、ショトンっていう曲があるんですよね。このね、ショトンっていう曲がね、とってもね、かっこいいんですよ。TK で、唯一、カバーをやりましたね。私はやりたいっつって、このね、ショトンをやりたいって言ったがためにね、カバーやりました。その時は、エラさんが入ってなかった、ボーカルのエラさんが入ってなかったんで、インストでやりましたね。はい。んな感じでね。で、あとね、ちょっと今も手元にはないんですけどね、マスターズ・アット・ワークっていうね、二人組のハウスを、曲を作ってる人がいるんですけどね、それのフィーチャリングで、ウンミーっていう人がいてね、それの、タイトル忘れたんで
ですけどね、その曲もね、本当にかっこいいんですよ。ノリノリなんですよね。もうクラブでガンガンいける感じのね、踊れる曲なんですけど、タイトル忘れて、この概要欄にね、概要欄に貼っておくんで、ちょっと、チェックしていただきたいなと思います。あとはね、ちょっとまあ、CD とかじゃないんですけどね、これね、フェラクティっていう、これ本がありましてね、フェラクティについて非常に詳しく書いておりましてね、とても内容が、面白いです。フェラクティの歴史をここで紐解きます。曲の歌詞とかもここに書いてるんですよね。とってもいいですよ。2500円ですね。はい。あと、おすすめで言ったら、アコヤビートアンサンブル、アンティバラス、キングダムアフロックス日本でね。日本はキングダムアフロックスなんか。もうこの辺はね、ノリノリで。私、ダンスミュージックの側面のアフロビートが大好きなんでね。その辺がおすすめかな。そんなかな。私ね、そんなにアフロビートそんなに掘ってないからね。そんなもんです。情報量としては。まあ初回なんでね。今日はこの辺で、いいかと思います。はい、ということで、ティケの安否確認ということで動画をアップしました。まあ今日はこんなところで、まあ2回目、ちょっとあるかどうかね、わかんないけれども、まあ2回目あったらぜひともまた見てください。よろしくお願いします。